はい、皆さんこんにちは。そんなにあるんですか、質問。いや、今日は質問じゃなくてですね、以前話していたトリッキー小暮氏からのパターの時に芯がずれてるボールがあるから変えようという疑問に対して、正式にメーカーさんに問い合わせたところ、芯についての回答をご丁寧にいただきました。まずブリヂストンスポーツさんありがとうございますということで、最初に伝えておきますというこれでトリッキーの証明がなされるということでねちゃんと顔見せてくださいよ。スリクソの宣伝なしなんだそれ。回答いただいたのがブリヂストンスポーツさんで、以前糸巻きボールの時代に比べると、コア変身については格段になくなっていると思いますと。打撃により、中の芯、過去コアがずれることはありませんが、ボール自体の芯球度が少し悪くなることは多少あるかと思いますと。ウレタンになり、カバーも昔に比べ、傷がつきにくくなっていますと。飛びへの影響は、芯よりも、表面の傷の方がはるかに大きいですと。表面の傷により飛距離ロス、曲がりは起こってしまいますと。ということで、例えば、デシャンボー選手はね、塩水にボールを浮かべて変身の確認テストをしていることが一時話題になりましたが、全てのツアーボールの中で、ブリヂストンさんのボールが一番高品質だったという実験結果から契約の決め手になりましたよっていうのも話題になりましたよねっていうことで伝えておきますけども、なんか下向いてますけども思い込みですね打ち方が悪い。まあまあね、それは言ってたから、まあ一応ちゃんと正式にね、ブリヂストンスポーツさんに、依頼してボールの芯について詳細をね、お聞きしたところ、ご丁寧に返事いただきましてということで、皆様にここで発表させてもらいますということで報告ね、失礼しましたということで、まあ確かに糸巻き時代はあったよなんだけど、今はもう皆無に近いよということでね。いやだから寿命はそうした、寿命何がどのくらい使えるか、何ホールとか、それはそうだって、要は芯がずれることはほぼない、ほぼなくて、周りのが傷つくことによって飛距離ロスだったり曲がったりすることはありますよ。だから傷つくのは自分で判断、それはじゃそうでしょうね。だってでも前言ってたじゃん、川村はだってワンラウンド一つのボールでやってたって言ってたじゃん前はね、今はまた確認しなきゃ分からない、ということで芯がずれることはありませんということで回答になりました。よろしいでしょうか。はいなんか余計なことっていうか、逆に分かってよかったですね。いや、本当だよ、国連擁護派が多かったからさ本当のトリッキーチャンネルになりかけたんだけど、まあ一応今日はこれが報告ということで。なんで俺そんなこと言う、そんな気がしたんだろう。いや、気のせいだってな、気のせい、ということです。今日はね、また実践動画撮ろうと思ってね。やめてよ。何を撮るの。いや、何を撮るじゃん。じゃあ実践の、じゃあ質問は、エイジー西久保さん、はい、教祖宮下様、トリッキー小暮様、こんにちはちょっと待ってよ、2回目の質問ですと、はい、動画を拝見すると教祖も小暮氏もフォローするがとても綺麗ですと。宮下さんと、もう綺麗なのそれで、この方は52歳、はい、最近13年ぶりぐらいにゴルフを再開したと。はい、13年ぶり、で、はい、教祖の教えの通り、自己分析のため練習場で自分のフォームを撮影したところ、はい、イメージよりもはるかにフォローが小さくて全然振り切れませんでした、はい、自分ではかなり振り切っているつもりなのですが、はい、教祖や小暮氏のような綺麗なフォロースルーとはかけ離れてましたと。まあ、加齢による体の硬さから来るものなのか、体重移動など技術的なものか分かりません、昔はかなり気合を入れてゴルフをしており、はい、アベレージが82前後でしたと、はい、今では100を切るのがやっとですと、昔からフェード系でしたが、現在の球筋はイメージよりももっと右に老けてしまう球が多いですと、
フォローの小ささと関係があるのでしょうかということで、フォローを大きく取るためにはっていうことにしたいんだよね。やっぱ右手の使い方じゃない？右手がだからこうなっちゃうとさ、ちっちゃくなっちゃうから。だからちょっと実際にそういう打ち方してみて、どういう感じに映るか。僕？うん。フォローを小さく？うん。だから右手が伸びないでしょ？右手が伸びないんだからこういう感じでしょ？うん、いいね、そうかっこいいねだからこっちよりはやっぱ伸びたらかっこいいですよね、今のよりは。うん、今のかっこいいの？いや、かっこよくないよでもどのくらい縮こまってるのかわからない。まあそうだね。いや、この仕方捕まるから、たまに使うかもちょっと、まあ、トリッキーなのやめて。ちゃんとあのフォローを大きくするにはどうしたらいいかっていうのをやってあげて。もう一回落とさせてみましょう。捕まるよ、これ。これ左嫌だわ、これ。いや、この人はだって右に行くんだから。じゃあ違う縮こまり方だな。右に行くんでしょ、こういうのかな。今逃がした縮こまり。違うね。違う？だからそんなにあの右あの右肩前出してこないで。全然うまく打っちゃうからダメだよね。だから右手を大きくする。右手で一本の素振りがいいですよ、やっぱ。フォローを意識できるのはね、はい。うん、右手をだから左手でリードじゃなくて右手を。それで打ってよ。この右手をフォローで、うん、いや普通に打てばよ、フォローでかいんだからいいだろう。普通だったらゆっくり上げて、まあだからあとフォローがでかくなるっていうのはやっぱり左の肩よりも右の肩の方が前に出てこないと。回転ね、だから、うん、だから俺が右肩止めてちょっと打ってくれって言ったんだけど、うん、まあ、右肩止めて打ってるつもりがもうお前くるって回ってんだよ、ちゃんと。そう、だから下手な打ち方できないんだよ。じゃあ下手な打ち方して、下手な打ち方してくださいよ。だからできるって、そんな下手な。いや、それはできるよ。俺はシャンクしろって言われればシャンクもする。じゃあやってよ、そんな。で、じゃあ何、次何。いや、だから右サイド出さなきゃいけない。このままでこうやって弾けん、右サイド出ないでしょ。じゃあ縮こまるでしょこの角度で分かるのかな、正面がいい。いや、どっちでもいいよ。だから基本的にはこう右肩止めて打つとフォローはちっちゃくなっちゃうよ。まあね、うん、だから本当基本的にはよ、ケバディ。いやいや、あの30センチも入んないから。大きなフォローをしたいって言うんだったら、やっぱりあの。やっぱでも素振り大事ですよ。球があるとやっぱ当てっちゃうから。素振り？うん。基本的にはね、右手一本の素振りやればフォローのがでかくなる。うん、あとフォローを意識すれば、フォローサイドね。インパクトから先を意識すれば勝手にフォローで大きくなるから、トップの形とかダウンの形を意識してる、あの球を打ってると基本的にはやっぱり右サイドも出てこきづらいから、ちっちゃなフォローになっちゃうよね。うん、フォローサイドを意識して球打ちしてくれってことでいいよね。あと右手一本の素振りね。バックスイングトップ気にすぎちゃうと、でももともと上手かった人ですから多分あって思うんじゃないですか。うん、まあ、52ぐらいじゃまだ年齢的にはね、うん、全然年っていう年齢じゃないんで、うん、うちは70過ぎてから年なんでイメージねということで、ちょっと右手一本素振りと、そう、右手一本であれをやってもらえばあれかなと思うかな。もう全然球、あの打ち放題かなんかで球打っちゃっていいですよね、全然。うん、
ということにしときましょう。はい。